ペースシャワー TV1 月の VIP はバックナンバー。2022年10月19日、キャリーパミュパミュ歌手活動10周年を祝う6年ぶりの日本武道館公演が開催された。この番組は世界配信もされたライブの模様に加え、リハーサルや舞台裏に独占密着。自分の限界に挑むキャリーの姿をご覧ください。キャリーパミュパミュ 10th Anniversary Japan Tour 2022ツアーファイナル UMA105 ライブ&ドキュメンタリースペシャル。サウンドコネクションハーベストビギンズ、追加アーティストにクロイが決定。2月11日大阪オリックス劇場、お問い合わせは夢番地まで。スペースシャワースイートラブシャワー2023、大自然の中で音楽に包まれる3日間、日程は2023年8月25日26日27日、会場は山梨県山中湖交流プラザキララにて。チケットに関する詳細は後日発表。 Check the Space Shower TV。 UMA105 武道館ライブ頑張りぞー。日本武道館に集まった大勢の観客、まもなく奇跡の一日が始まろうとしている。怖くてすっごい手汗かくんだよね。すごいよね。時は2022年の10月の19日、風の声が聞こえる、誰かの視線を感じる、暗がりに潜む未確認の生き物たちがいるところ。世界には未だ確認されていない生き物が目撃されていた。 UMA105、 UMA とは生物学的に確認されていない未知の未確認動物のこと。ヒマラヤ山脈に出現する全身が毛に覆われたイエティ、南米各地を激震させた幻の吸血獣チュパカブラ、背中に大きな翼を持ち時速160キロ以上の速さで飛び回るモスマン、3メートルを超える驚くべき高さの生物で、光る目を持つフラットウッズモンスター。ユーマは探検家を今も魅了してやまない存在です。そして105とは、2011年8月に華々しくデビューを飾ったキャリーパミュパミュが、今日この日この瞬間までに世界中を魅了し解き放ってきた楽曲の数。天下御免の日本武道館、ここに105体の未確認生物が、いや105曲の全ての音楽が。空に灯る光、あれは何だろうか。ここ武道館にお集まりの紳士淑女、もとい未だかつて確認したことのない生き物の存在を期待する全ての皆様、
世の中のなしをここではありにしてみせます。ユーマの世界をご堪能あれ。観客を驚かせたキャリーの登場。無事1曲目が終了し、ライブの幕が開けた。そしてこの記念すべき日をレポートしてくれるのはこの方。どうも、ジグザグジギ池田です。2022年10月19日、ここ日本武道館でキャリーちゃんの10周年ツアーのファイナル公演が行われます。さあ、ということで武道館6年ぶりということなんですよね。私ジグザグジギ池田勝がですね、キャリーちゃんと2019年からラジオやらさせてもらってますので、
仲良しと自負しておりますので、いろいろレポートしていきたいと思います。さあということで、お花たくさん来てますね。まずはやっぱり安高さんですね。もちろんやっぱ出順はやっぱここになるんですよね、安高さんはね。でやっぱ安高さんからパフュームさん、この並びはもうここでまた小籔さん来るんだ。小籔さんここなんだ。やっぱ高いですよね、身長高いからやっぱりここでもう高さ出してくるあたりがさすがですね、小籔さん。これちょっと問題なんじゃないですかね。これね、僕こちらでお世話になってるんですよ、なんとかパンパンラジオよりもやっぱり賃貸の方が、はい、ちょっとひいきされてますよね。これちょっと後で入れ替えとこうかな。ここちょっとこっち入れ替え、こっちが先始まってますからね、歴で言ったらこっちが後輩ですから。2022年10月15日、都内リハーサルスタジオ。この日、日本武道館公演の通しリハーサルが行われた。ユーマ105っていう105曲が私が今までリリースした楽曲数なんですけど、全部やったら4時間ぐらいになっちゃって、これでもすごい詰めてやってます。結構頭がすごいパンパンですね。お疲れ様です。お疲れ様です。始まっている。お疲れ様です。かわいい、うん、すごい。動きやすい。お尻がめっちゃ動きやすいですよ。お尻でかめですね。はい、かわいい。こうこうで、はい、これがね、ワンツーワンツーでいくね。今のちょっと下げたら大丈夫なんですけど、うんうんうん、今現状ちょっときつめでした。圧がすいません。あの交差点でみんながもしスキップをして、もしあの街の真ん中で手をつないで空を見上げたら、もしもあの街のどこかでチャンスがつかめたいのなら、まだ泣くのには早いよね、前に進むしかないわ、いやいや、パンパン出してしまえばいいの、全然しないのつまらないでしょ、ヘッドホンかけてリズムに乗せてウェイウェイ開けて、あたしの道をポンポン進む、いろいろなことどんどん来てる、あなたの気持ちポイポイ捨てる、悪い子はダメ、そうそういい子、ああ you make me happy every day born every time is born、 メリーゴーラン乗りたいの、 every day born every time is born、 多分そんなんじゃダメでしょ、投資リハーサルを終えてどうだったのか。曲がやっぱ全然まだ覚えれてなくて、まあちょっと焦ってます普通にやばみたいな、どうしようって感じですけど、ニンジャイサイ&4にして原点はアンコール一発目がいいかも。ニンジャイサイ&4でそういうところで本編終わって原点回とアンコールで、そうなった場合、ユーマチームがサイ&コーの大サビで出てくるのがいいと思います。はいはいはい、そういうことです。さっきだと原点回避の終わりだったんですけど、うん、確かに確かに、はい、このライブは本当に自分の今までの11年間がギュッと詰まっていて、で最近こう全国ツアー回ったりするとライブ初めて来る人みたいなのが結構6割7割の方が初めての人多かったんですよ。なのできっと武道館も初めての方いらっしゃると思うんですけど、もうこれが自分の全てと自分の歴史がギュッと詰まったライブになってるので、一緒に
経験し、あ、一緒に体験してもらえればいいなと思います。2022年10月19日、日本武道館。本番に向けて各所最後の調整が行われていた。キャリーはどんな気持ちで今日を迎えたのか。ついにですね。でもあの後もう一回だけリハーサルして合わせた、あの鏡なしで合わせただけなんで、結構ちょっとドキドキですけどね。でもまあ練習したことをしっかりやりたいなって感じです。
日本武道館にお越しの皆さん、こんばんは。キャリーパミパミです。皆さん、今日はユーマ105お集まりいただきましてありがとうございます。このライブはですね、キャンディーウェーブというツアーを1月からずっと回って全国約30カ所回ったんですけども、ツアーファイナルということでようこそ。ライブは見に来たことありますけど、何度かこのお客さんいない状態で見たことないんで、ちょっと僕が緊張してきます。ちょっと、はい、ちょっとステージ上がっていいそうです。だいぶ僕がですか、はい、ステージ、いやそれちょっと恐れ多いですよ。本当ですか？許可取ってます？ちゃんとつまみ出されたりしないですよね。大丈夫ですか？本当にここですか？うわぁ、すごい、これ武道館立ってる親に電話しよう。ここキャリーちゃんいたつき、クワッとマスミやっちゃいました。アーティスト気分を楽しんでいる池田さんですが、その頃キャリーは衣装やメイクの確認をしていた。でもあんまこういう耳つけないかもです。リボンとかは多いんですけど、これちょっとあのディズニーのカチューシャイメージ、あの金のまあなんか一応自分もモンスター側なんで、モンスターっていうか未確認生物側だから、こういう表現も面白いかな。
日本武道館にはキャリーの10周年をお祝いしようと多くのファンが集まり出していた。ツアーどれくらい回ってるんですか？今回は全部はさすがに回れないんですけど、22回ぐらいは行ってます。22回、はい、でも皆さん全通の方がたくさんいらっしゃるので、私なんか全通。そうなんだ、はい、じゃあちょっとね、思いもやっぱりひとしおなんじゃないですか、武道館に対する。そうですね、本当にキャリーちゃんの武道館の楽しみに待ってたので。あのスピンズでよくそのキャリーちゃんのポンポンポンの MV が流れてて、でそれをお母さんと買い物行った時にそれを見て、何この子ってなってから、うん、もうずっと親にDVD とか買ってもらいながら、ずっとそっからどっぷりハマって、はい、何きっかけだったんですか？多分 CM とか写真撮影されるお客様見るようになって、それからどんどん曲聴くようになってだと思う。可愛いし、曲もめっちゃかっこいいし、でどんどんハマっていっちゃって、今ここ大好きってことです。ね、キャリーちゃんのことはいつから好きになったんですか？中学校1年生なので11年前です。デビューか。デビューか。そっから変わらず。変わらずっていうより、どんどん好きになってくる。あ、どんどん。どんどん。そうなんだ。もともと外国住んでたので、もうなんかキャリーを追っかけるためだけに日本に帰ってきて、今日本に住んでます。そうなんですか。日本にいるのはキャリーちゃんのため？そうです。一番好きな曲教えてください。キャンディーウェーブ。すごい今回のなんかのコロナでずっとなんかライブとかも行けなくて、で初めてそのキャンディーウェーブがバッとなった時に、あ、これこれみたいな、すごい涙が出てきて、すごい感動して、あれからなんかすごいいいな、いいなじゃないですけど、なんかあれ聞いたら涙が出てきて、ラジオであの結婚式の曲を、あのキャリーちゃん何かおすすめありますかって聞いたんですよ。でその時に池田さんがなんか、あ、めっちゃいいってアシストしてくれて、盛り上がってて嬉しかったです。覚えてますよ。覚えてます。あ、さ、そうか、それで、そうか、ステッカーか、そういうことか。4月に結婚式を挙げるので、あのチェリーボンボンと選んでいただいた曲を、うわー、すごい。まさか会えるとは。覚えてますよ、そのメール。いや、キャリーちゃんも絶対覚えてると思いますよ。で、これもキャリーちゃん見てますから。今中継じゃないですか。会場にはラジオのリスナーも多く来ていて、池田さんも人気者気分を味わっています。
ぎて全然体動かなかったんですけど、今やっと、今やっとよかった、表情も戻ってきたから、表情も戻ってきた、もうさっきガッチガチだった 笑えなかった、よかったよかった。後半戦です。ここからどうです、どう、でもさ、あっという間じゃない、あっという間すぎてなんか寂しい、もう後半、もう後半、いやなんか10年ぶりの武道館に立てて本当に嬉しかった。まさかだよ、最後まで盛り上げて盛り上げられるように頑張ります。CM の後、ライブ後半戦突入。ノットフェスジャパン、ついに再上陸。スリップノット、コーン、マンウェザーミッション、ナックスマンザホルモン放火。4月1日2日、幕張メッセ。チケット先行受付中。詳細はノットフェスジャパン公式サイトにて。次回のハロプロ東京サンドは、東京タワーで e スポーツ対決後半戦。優勝を目指して体力の限界に挑む5人、初めてプレーするゲームはどんどんヒートアップ。これが私の得意競技です。得意競技ではありません。とうとう口喧嘩になってきました。さらに罰ゲームはこちらです。最下位には過酷な罰ゲームが。お楽しみに。スペースシャワー TV 1月の VIP はバックナンバー。こちらはローカルパワージャパンのブースでございます。キャリーちゃんが各都道府県でコラボしてグッズを販売してるんですけれども、あ、 T シャツいっぱい並んでますね。全部おしゃれですね。あ、これもいいですね。ご飯サイアンドコー、ご当地の T シャツでどれが人気とかってあるんですか？あ、でも全部人気で、でも特にこのオールラインナップの、これ可愛いですよね。全部載ってるので、うん、一番おすすめですね。ちょっと舐めてましたね。このブースめちゃめちゃ可愛い、お宝いっぱいだわ。後半戦の衣装に着替えたキャリー、なんとか間に合い、すぐにステージへ。
った。やばかったですか、景色。景色やばかった。安定した瞬間、宇宙すぎて。怖かった。腰だったよ。腰だった。15時、リハーサル開始。これが本番前最後の確認になる。はい、めっちゃいい感じになってんじゃん、これ。あ、頑張ろう。で、ゆりかかっちゃった。はい、じゃあ、よければ、さいさん、上までお願いします。はい、ゆりかかっちゃっていいんだ。うん、6メートル。覆面なし、落ちないようにしないとですね。そうだから、基本もやりかかってて、やりたいのぐらい。はい。あ、揺れる。揺れる。すごい。揺れても大丈夫。揺れても大丈夫。パーフェクト、お姉さん好きなんだよな。まあ、もちろん入ってくるでしょうね。なんか言ってますよ。すごい良かった。にこやかですね。すごい、なんかテンション、寝起きドッキリのテンションになっちゃいますけど。邪魔しちゃいけ、近づいてきた。なんかご機嫌良さそうですね。なんか調子良さそう。ちょっと本当になんかグワグワで大丈夫なんですね。じゃあ全てを優勝っぽいに託しますよ。信じない。ユウマは一万万。ユウマとは生物学的に確認されていない未知の未確認動物。大事なオープニングのリハーサル。衣装を身につけると視界も狭くなり、より恐怖感が増す。緊張で手汗が止まらないキャリー、およそ8メートルの高さまで上がる。
CM の後、後半ラストスパート。今回キャリーをサポートするダンサーはキッズ時代から KPP ダンサーとして活躍していたメンバーが務めた。そして本公演のタイトルユーマもダンサーとして参加。さらにドドンパダンサーとしてガシクルーがこのスペシャルな日の脇を固める。まずは本当に昨日のリハでも話したんですけど、今日を楽しんでください。はい、私もこのツアーキャンディーウェーブっていうのが30公演あったんですけど、今日がファイナル で武道館節目デビューした時と5年目の時と10年目の時と本当節目に立たせていただいて、まず皆さんと踊れることが本当に幸せで、今日はもうめちゃめちゃ楽しんでください。であとくれぐれも無理して怪我だけは本当に気をつけて、もし呼吸が苦しくなったり怪我しちゃった場合も吐けていただいて大丈夫なので、それだけは無理せずお願いします。はいはい、ではエンジンを組みます。はい、私が頑張るぞって言ったらおーという感じで、はいはい、それではユーマ105武道館ライブ頑張るぞ
どうぞ。Come on.
了解、ちょっと待ってね。CM の後、大フィナーレ。スペシャル虫劇場。昭和ヒットソングの脳内再生が止まらないよ。今の時代も心をわしづかみ、まさに神曲。そんな神曲たちをセレクトした番組だって。え、見たい。どっぷり浸かるぞ。神曲昭和ヒットソング特集、今だけはチェックザスペースシャワー TV。 声が出なくなりました。結構カサカサになっちゃいました。ちょ、限定回避カットですか。自身の限界を超えた曲数のためなのか、声が出なくなり、予定していた限定回避を一曲カットすることになった。アンコールありがとうございます。本当に私はですね、高校生の時にファッションが好きになって、でもその当時はなんかちょっとこう街を歩いてたらこうクスクス笑われて、あ、なんか変な子当たられてるなとか、頭にでっかいリボンをつけてる変なやついるみたいな存在でずっとあったんですね。でもまあそれが普通だと思ってたし、まあ、それも自分自身だしと思っていたんですけども、ですけどこういうキャリーパミュパミュとしてアーティスト活動させていただいて、なんかね、名前もちょっとノリでつけたとこあるから、こんな11年間も活動できるなんて本当に思っていなくて、そこには私を支えてくれてるスタッフの皆さん、そして今日集まりの会場の皆さんのおかげで今の私がこうして武道館のステージに立てています。本当にありがとうございます。生きていて人生で3回も武道館に立てると思ってもいなくて、それもこれも本当に支えてる皆さんのおかげであります。そして私の今後の目標なんですけども、まあ、私はですね、これから先も自分のやりたいことを表現していきたいなと思っているんですけど、世の中のなしをありに変えれる存在になっていけるように、皆さんに面白い、楽しい、そしておしゃれなコンテンツをお届けできるように、これから先10年も一生懸命頑張っていきたいと思います。本当に今日はありがとうございました。嬉しい、本当にありがとう。で、私の今日の武道館のテーマは限界を超えるということ。先ほどもちょっと話したんですけど、自分には不可能かなって思ってることも意外とやってみたらできることってたくさんあると思うんですよね。それを今日私はダンスで体現してみました。そして声もこんなにカラカラになるほど歌えて幸せです。それでは聴いてください。新曲初披露します。一心同体。See
レポートを頑張ってくれた池田さんもキャリーグッズを身にまといライブを楽しみました。しかしこの日キャリーはとても忙しく話せる時間がなかったので、後日2人で話す時間を作りました。お疲れ様でした。ありがとうございました。いや本当にすっごい良かったです。ありがとうございます。本当に良かったよ。へー、うん、へーってキャリーパミュパミュを見せつけられたというか、う生き様というか、うこっからこうしていくんだみたいな、うん、なんかね感動しました。すごい。体力だけで言うと、はい、どこが一番しんどかった？あ、しんどかったのはですね、やっぱり後半にかけてなんですけど、うん、55曲目の忍者リバンバンがピークできつかったです。あれめちゃめちゃあの水飲んでたとこどこだっけ？水飲んでたとこは39番のフリソデーションの後ですねここもきつかったですけど、うんうん、あのやっぱりねシングル曲 の, あのダンスのパワフルさって体力結構使うんですよ。そうだよね。キメキも全キメでいってるわけだもん。そうですね。アルバム曲も大好きな曲いっぱいあるけど、うん、大体ツアーってその一つのアルバムを引っ提げて回るから、うん、あんまり歌われなくなっていくっていう方が多いんですよ、アルバム曲って正直、うんうん、なんですけどこういう風に今までのこう思い出を振り返れるライブが10周年でできてすごい嬉しかったですね。ご自分的に一番印象的だったとこはどこですか？まあ、たくさんあるだろうけど。印象的？印象一番覚えてる。印象的だったのは登場のシーンですかね、うん、やっぱり。登場がなんか私の提案だったんですけど、あのラフが今回、まあ、メインビジュアルにもなってるユーマ105ってやつがあって、こう UFO に人間が吊られてるみたいな、それをキャトルミューティレーションという現象なんですけど、なんかメキシコとかでこう UFO の円盤に牛が吸い込まれていく現象みたいなのが結構目撃されてて、うん、それをやりたいっていうことにやったら、覆面をしてそこがレースになってるんですけど、うん、で照明バコーンって当たると本当に見えないんですよ、でしかもあの高さ6メートルとか8メートルぐらいあるんですけど、うん、命綱なしで立たされてて。あ、そうなの。まあそうか。で一応まあマイク片手と踊るじゃないですか、うん、ってなった時に抵抗感覚が本当に分かんなくて危な、うん、あれが一番死ぬかと思いました。だから手汗びっちょりみたいな登場にしてね、すごいドキドキしてたし、目がめっちゃ泳いでて。あ、そうなんだ。なんか実はね、結構なんかあの中の顔がマジになってて、それぐらい、まあ、印象的だったし怖かったですね。怖いよね普通に。だって動いてってんだもんね。どう動いてったらなんかこうちょっと落ちてったりとかするので。あ、そうかそうか。そう、倒れちゃったらどうしようとか、こんな登場で落ちてたらどうなってたかっていうニュース。終わりですよ、ね、後遺症ですよね。中止です。中止。いやでもそれぐらい見応えありましたよ、はい、やっぱここまで集大成見せつけちゃうと、はい、次のライブがっていうところにもなってくるよね。そうそう、まあ、プランはでも、まあ、今年はちょっとなんかこうファンクラブを大切にあのいろんなイベントやってみたりとか、うん、だからその大きなライブいくつかポンポンっていうだけじゃなくて、なんかこうもっと親身になれるようなことっていうのと、うん、あともう一つはやっぱ海外に、うん、あのスペインのフェスプリマベーラも決まってたりもするので、うん、ちょっとアプローチ考えていきたいなって思います。いやいいですね、幅広い活動ね、はい、僕ね本番前に武道館 の,、はい、あのステージ立たさせてもらったんですよ、はい、ムカつきます全然ムカつかないですよ。そういうのってえなんで。いや嫌な人嫌でしょ、この神聖な。何お前がふざけて特別な場所なのって。いやじゃないですか、だって誰もが立てる場所でもないし。いや全然可愛いって感じ。可愛い、池田さん立ったって可愛い可愛い池田さんって感じどうだったの池田さんって感じ。違う違う、子供じゃんそれ。可愛いって感じ。え全然思わん。あ、もちろん神聖な場所ではあるんですけど、うん、選ばれし者がとか全然思ってないし、みんなファンの人も立てるならみんな一回でも立ってほしいと思いますよ。あ、本当に、うん、あ、よかった。なんかね、あの時いやスタッフさんもいろいろ仕事しながらだったから、うん、すっごい嫌そうな人もいたと思うんだよね。スタッフさんね邪魔だなとかね。そうそう、これ何言ってんだよっていう。それはみんな思ってたかもしれないですけど、みんなね、全員ねでも別に可愛いって感じで、うん、あ、そうか。いやすごい体験させてもらいました、はい、ありがとうございます、はい。
いかがでしたか？キャリーパミュパミュテンスアニバーサリージャパンツアー2022ツアーファイナルユーマ105ライブ&ドキュメンタリースペシャル。全力で歌い踊った3時間、自分の限界を超えていつも我々を驚かし楽しませてくれるキャリー。一番の未確認生物はキャリーパミュパミュなのかもしれませんね。また新たなステージで我々を楽しませてくれることでしょう。以上、キャリーパミュパミュでした。どうもありがとう。みんな、また会おうね。大好きだよ。感じるんですけど、あんなにたくさんの人がずっと2時間半経って踊ってくれてて普通に感動しました。本当に純粋に生きてて武道館に3回立てることってあるのって思って、それもこれもやっぱり応援してくれてる人がいなければステージに立てないので本当に嬉しいなって思いました。本当にありがとうございました。今日のために本当にいろんな人に協力してもらって、みんなで時間ない中たくさん練習して無事に終えたことが本当に今幸せでいっぱいです。本当に感謝でいっぱいです。ありがとうございました。クロイが決定。2月11日大阪オリックス劇場。お問い合わせは夢番地まで。ノットフェスジャパン、ついに再上陸。スリップノット、コーン、マンウィザミッション、マキシマムザホルモンに加えて、トリビアム、インフレームス、ザオーラルシガレッツ、サバイブセットザプロフェット、クリスタルレイク、アクラウドオブリベリオン、パークウェイドライブ、ゴールドライン、イヤー&ロージングインナークベガス、プチブラバンソンが決定。4月1日か会場は幕張メッセ。チケット先行受付中。詳細はノットフェスジャパン公式サイトにて。スペシャル虫劇場。カラオケでみんなが盛り上がれる曲って何かしら。初めてのメンツで行くときってつい気を使っちゃうわよね。そんなときはこの番組を見ておけば安心ね。助かる。決定版カラオケヒット曲大辞典。チェックザスペシャワー TV。 スペシャル虫劇場。あー、最近カラオケ不足。思う存分歌える番組ないかな。それならこちら、歌いっぱなしの4時間特集。しかも90年代。わーい、世代ドンピシャ。歌いっぱなし注意の4時間、懐かしの90年代カラオケスーパーヒッツ。チェックザスペシャワー TV。 スペースシャワー TV1 月の VIP はバックナンバー。